ワイヤーフリップ、そんな飛べるもんな。いえ、これどうやってやるんですか。このスケーター翼くん評価はいかに。今から水かきする。松本くんがいました。でやばはい、どうもシモンです。今朝の5時半に動画を撮ってます。なんでこんな時間に動画撮ってるかっていうと、なんとなく今日は長い一日になりそうで、なんか面白いこともありそうなんで動画を回していきたいと思います。外も真っ暗。10時にスケートパーク行くんですけど、それまでに終わらせないとダメな動画があるんで、その編集をやっていきます。今の時間は7時ですね。もっと時間かかると思ったんですけど、意外と早く終わりました。いや、久しぶりにこんな朝早く起きて編集したんですけど、やっぱ作業効率めっちゃいいですね。なんか明後日誰もから連絡来ないんで、もう携帯触らなくていいんですよ。なのでもうずっと集中して編集できます。軽く朝ごはん食べます。牛乳切らせてラテアートできませんでした。はい、無事動画とかメールとか作業全部終わりました。なのでこれからスケートパークに行きたいと思います。時刻は8時51分ですね。なので多分10時ぐらいには着くと思います。では向かいます。よ、おはよう。人多すぎ。それな、やば。人めちゃくちゃ多いです。はい、舞浜に着きました。ディズニーランドがあるところです。まあ、今10時半なんで、とりあえず舞浜のスケートパークに行ってちょっと滑ります。でその後多分どっか移動するんですけど、まだ決まってないんで、まあ場所決まったら言います。プライベートのワクワクさん。YT ノーズマニュアル。おお、サラうまいやつや。うまい。うまいです。翼選手。ヒールフリップマニュアルいきます。じゃあバリアルフリップやっていいですか。はい、お願いします。やった。特大のやつ。特大。ああ。おお、ベンヨン。見てしまった今。してるんちゃんと言っとかないと。ちょっと持ち替えない、ね。持ち手は危ないんで。高くないですかって話。乗らなきゃダメなんですよ。バリアフリップ、そんな飛べるもんな。余裕でした。嘘です。ワロタ。高いすぎワロタ。もう色が冬になってきましたね。寒いけど動いたら結構暑くなります。
お昼ご飯の時間です。成城石に売ってた美味しそうなお弁当を食べます。リッチなスーパー、リッチなスーパーやからな。見たら分かる、うまいやつ。キャンプの飯マジうまいからな。カップ麺ですらうまい。そう。はい、舞浜でスケボーし終わりました。なんでこれからちょっと移動して、多分豊洲の方に行きます。ちなみに時刻は、3時半ぐらいですね。おハロー。いやー、舞浜で結構軽く滑る予定だったんですけど、10時半だから5時間ぐらい滑りましたね。しかも今日5時半に起きてるんで結構眠たくなってきました。おはい、豊洲にあるスケートパークに行くことにしたんで今豊洲に行きました。移動中にちょっと雨降って多分スケートパーク今濡れてるんで、ちょっとだけララポートで時間潰します。で、乾いたらパーク行きます。困るんだな。コロンビアいいもの買って長く使う。これは長く使うしかねえ。長く使えるからね。あったけ。行きますか。え、これどうやってやるんですか。これやりましょうか。おお。お上手ですね。あれ、調査みたいな。あ、もうすぐできる。曲がり方が分かんないぞ。プロスケーターどうですか。プロスケーターつま先で検索したら教えてくださいよ。評価はいかに。100点満点。デレン。あんまりおすすめできないですね。おすすめできない。バランス取りやすい。いいやつです。エントリーとしては、あ、全然もう最初技できなくてスピードしかないんで、なんかこの安い方はスピード出ずに、なんかそのスケボーの楽しみがなくなっちゃってやめちゃうんですよ。トロンってした感じになっちゃう。もうちょっとこの1万円のやつとか買ってもらった方がスケボーの楽しさ分かります。今断然こっちの方が精神さっぽい。僕の方が全然お客さんです。この部分今説明聞いて僕も欲しくなりますね。久しぶりにやってみようかなみたいな。ぜひやりましょう。スケボーしましょう。ナイスな店員さんです。あのスケボー情報を教えたんで、これで彼の営業力も上がったでしょう。非常に下手くそです。やばいやばい。ただ性格が出てしまいました。チキったんです。スケートパーク行く前にちょっとだけカフェテリアでご飯食べます。今日はうどん。こちらチーです。いただきます。はい、東京スポーツプレイグラウンドに着きました。今から水かきするよ。雨降ったんで路面は濡れてますね。松本くんがいました。えやばうまっ。100円乗ったらやばい。それで乗ったらやばい。皆さん、あのここ雨降ったら終わるんで気をつけてください。でも雨降ったら貸してます。帰りますか。あなたと渡っ See you ボウボウ See you バイバイ See you。あー、はい、ということで家に帰ってきました。今日は結構体力的にも疲れましたね。朝5時半に起きてるんで今日一日めっちゃ長く感じます。わ、僕オンラインサロンやってるんですけど、いつもオンラインサロンで毎週ライブをやってるんですね。でそのライブが何かっていうと、皆さんから動画を送ってもらって、アドバイスするっていうことをやってます。
例えばできない技があったら僕がこうすればいいんじゃないですかとか iPad を使って説明したり、あとまあ改善したい技とかあったらこうした方が良くなりますよみたいなアドバイスをしてて、そのライブがこれからなんでそのライブをやっていきます。いつもこうやって技を見せてアドバイスしてます。地面に対して平行にこっち抜けてるじゃないですか。だから結構では今回のライブはこの辺で終わりにしたいと思います。ではまた次回のライブで会いましょう。はい、って感じでライブ終わりました。今の時間は22時半。眠たいですね。朝洗濯物畳むの忘れてたんで今畳みます。はい、シャワー浴びてきました。今時刻は11時です。これから多分1時間ぐらいドラマ見て寝ます。今日は美味しいワイン見つけたんでこれを飲みます。リッツのクラッカーにチェダーチーズと、こっちはクリームチーズと蜂蜜で適当にナッツを添えておしゃれなものができました。これおしゃれだけどこれ100均で売ってます。はい、って感じであとはまあ動画見てゆっくりして寝るだけなんで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。もしよかったら、声がコメントとあと、登録お願いします。で僕オンラインサロンもやってるのでもしよかったらオンラインサロンチェックしてみてください。やばい、今日5時半に起きたんで眠たすぎて滑舌が回らないですね。いつも通りやけど。はい、ではまた来週。